こんにちは。エジプトのカイロにいます。今からバスに乗っていきます。バス、エジプトのバスの乗り方はまずお金を用意します。5パウンドぐらい、大体2パウンド3パウンドぐらいで、乗れます。で、道の端っこ進行方向の右側に立っておいて、あとはバスに声をかけるだけです。ということでバスに声かけていきましょう。で、声かけて、止まらないバスは方向が違うだけで、日本人だから止まらないっていうわけじゃないです。ハランハラン止まりました。はい、ということでバスに乗りました。で、バスに乗ったら運転手さんにお金を渡しましょう。で、一番後ろの席に座った人はお客さん経由でお金渡して、で、もちろんお釣りすぐ帰ってきます。で、こうやってバスに乗っていきます。で、降りる場所がわからない場合は、横のお客さんとか運転手さんに都度確認したら教えてくれます。ということで目的地に着きました。降りる時も焦らずゆっくり降りましょう。終わり。こんな感じで、バンギアだったりバス乗っています。ギザステーション、ギザ、ギザステーション、ギザステーション、ギザメトロ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